車体工作部塗装課美濃田達弘です。車のボディの塗装業務を行っています。塗装工場の中で大きく分けて電着塗装、シーリング、中塗り塗装、上塗り塗装があります。電着塗装は錆止め塗料が大きい水槽に入っているので、その塗料の中にボディを沈めて塗装します。上塗り塗装は、最終的なボディの最後の色をつける工程です。ボディ外反面っていうのは通常ロボットが塗装するんですけど、ロボットが塗装できない際という部分に関しては手塗り作業を行っています。スプレー作業がメインな作業になるんですけど、こだわりを持って作業しています。もはやもうスプレーガンとなると自分の体の一部になります。お客様に、満足していただける塗装クオリティを追求していきたいと思っています。車体工作部塗装課亀高和也です。ボディの塗装作業を行っています。難しさっていうのはやっぱり、色もあるんですけど、色によってやっぱ多少難しさも変わってきますし、その冬とか季節の変わり目であるとか、雨の日と晴れの日だとやっぱ湿度とかも変わってくるんで、その湿度によってもやっぱ多少乾き方等は変わってくるんで、そういう時には結構同じように塗ってても不具合が出たりすることがあるんで、それがやっぱ塗装の難しいところですかね。大体やっぱり同じように塗ってるようで、多分みんなそれぞれ濃さが違うんですよ。ツヤっていうか、その光り方、塗った後の光り方とかで、やっぱそれを経験積めば分かってくるんで、自分が納得できる作業をできるようになったのは、ここ 1,2 年ですかね。やっぱやるからには一番うまいなっていうのは言われたいんで、自分が塗った車を、先輩とかが見た時に、あ、綺麗に塗れとるなとかってやっぱ言ってもらえると、よっしゃっていう気持ちにはなりますかね。上塗り作業に関しては、誰にも負けたくないという自負を持ってやっています。工作部塗装課本田ひとみです。品質管理チームとして測定機器を使い、塗装品質の管理を行っています。検査ポイントは3つあって、超音波測定器と色差測定器とウェーブスキャン、3つの測定器を使って品質管理をしています。塗装の品質が保たれている数値をもう日々取っていって、それをグラフ化して、で、1年通したグラフで基準となるグラフができました。じゃあなんでじゃあここの数値だけこんなに下がってるのっていうふうに言われた時に、いや全然わかんないですではなく、その裏にある天気であったり気温であったり塗料も変わったりもするので、知識として深めていってわかるようにしていきたいですね。育児勤務だとやっぱり子供をお迎えに行かなきゃいけない時とか、夜勤もできませんし、その中でも育児勤務だからそのなあなあなんじゃないみたいな風に言われるのは絶対嫌なので、そこもやっぱりプライド持って、働ける時間の中はしっかり自分の仕事を責任持ってやってますっていうふうには言えます。車体工作部塗装課藤野直美です。塗装されたボディに対して手と目を使って点検をしています。シャープペンシルの芯の先 0.5 ミリほどの大きさを1台の車から見つけるという繊細で忍耐のいる作業をしています。
平均的にだいたい1台30秒前後で点検をしています。正解がないんですよね。だから楽しいなと思います。ユニットリーダーを任されています。塗装家では女性で初めてということで少しプレッシャーも感じますが、これをチャンスと捉えてどんどん活躍していきたいと思います。やっぱりメンバーが成長したりなんかよく頑張ってるなってなんか思うとこう見るのはすごく好きですね。やりきったなっていうところまでやりたいかなと思います。満足するまでですかね、自分が。私たちの作業の中では一日のうち何百台の1台ですか、お客様にとってはその1台しかないです。それを私たちが常に念頭に置き不具合を絶対に出さないっていうことが大事かなと。Mitsubishi Motors.